Hello，大家，鬼灭终于回归了。虽然其实也并没有觉得过很久吧，主要还是时间真的过得太快了。我是已经看过漫画了，但是我还真没想到他会把助训练篇就是这样单独拉出来做一个季度，因为我记得漫画里好像并没有这么多集可以讲，所以我觉得他应该还是有很多原创的部分，所以我还蛮期待的。不知道大家最期待、最喜欢哪一位助？我的话，我最喜欢的就是风助和音助了。这么快就出现了！不死川原太帅了！这段是不是就是已经是开始原创了？我直接就是进入正题。哇，这个音效！很帅。蛇柱的眼睛在黑暗里这样发光，真的很帅。堂堂登场！哇，好欣慰呀！どこから湧いてきやがった。
嫌なんだ。女性を助けろ、死なずなら後ろは引き受けた。そろそろ切り飽きたしな、こっちは譲るぜ。蛇の呼吸三の型。集めても勝ち目ねえぜ。降参して死ねよ。无限床，哇，这太帅了！可能是一个原创的小伏笔、小铺垫这样，但我好高兴有这样专门的针对风柱的出场。この先の辻まででよかったかい？中央会議が開かれることになったので、産屋敷邸に参ります。その間、禰豆子さんのことをカナオにお願いできますか？頼みましたよ。拠点を移して里
大丈夫でしたか？そこまで詳しくは分かんねえけど、夜になればまた鬼が来るかもしんねえって必死こいて復興と移転をやってるみたいよ。そうですか。上限2体がやってきて、これで済んでるって奇跡的だ。真的感觉才刚完结不久、上一集。本当にすごい敵でした。鬼殺隊はこういう時のために金里っていうのをいくつか作ってんのよ。何かあったらすぐ移れるように。ま、親方様たちの見通しがさすがってことなんだが。つかお前、また7日も意識なかったのに、そんなくて大丈夫？はい、カンロリさんもいっぱい食べるって言ってたんで。あの人はちょっと原理の外側にいる感じだけど。おいしい。コイさんとカスミさん、2日眠ってその後3日でほぼ全開だったって？はい、尊敬します。お前もだんだんと近づいてんだよ。だんだんとな。まあ、早く元気になるならいいけどよ。はい。みんな生きててよかったな。はい。あ、これ一番聞きたかったんだわ。妹がえらいことになってるらしいけど、大丈夫なのか？あ、はい。太陽の下、とことこ歩いてますね。やばくね？それマジでやばくねえか？今調べてもらっているんですけど、わからなくて。人間に戻りかけてるのか、鬼として進化してるのか。这个迷豆子主题曲一出来感觉回忆又涌上心头。タマヨさんが。タマヨさんって誰だ？おいおい、やっぱ食いすぎだろうな。やりながちなんだから控えろよ。危なかった。お前の妹がああなって、またいろいろと動き出しそうだな。鬼殺隊員にも警戒態勢の号令がかかったし、柱も今集まってるって話だしな。今後どうなるんだよ、ほんと。俺たちが最後か。待たせたようだ、申し訳ない。問題ない、任務ご苦労だった。あいよ、カンロシとトキトウは上限とやり合ったらしいな。うん、すごかったよ。なんかもう無理って感じだったけど、みんなで力を合わせてね、無一郎くん。なんで俺は上限に遭遇しねえのかね。こればかりはな、合わないものはとんとない。カンロジとトキと、その後体の方はどうだ？あ、うん、ありがとう。ずいぶん良くなったよ。キャー、心配してくれてる。僕もまだ本調子じゃないですけど。これ以上柱が欠ければ鬼殺隊が危うい。死なずに上限2体を倒したのは尊いことだ。今回のお二人ですが、傷の治りが異常に早い。何があったんですか？その件も含めて親方様からお話があるだろう。大変お待たせいたしました。本日の中央会議、産屋敷加賀屋の代理を産屋敷天音が務めさせていただきます。そして当時主公大人已经病状の悪化に今後皆様の前还是挺严重不可能となった旨、心よりお詫び申し上げます。お聞き及びとは思いますが、日の光を克服した鬼が現れた
己も太陽を克服するために。大規模な総力戦が近づいています。上弦の死五との戦いで甘露寺様、時藤様、お二人に独特な文様のあざが発現したという報告が上がっております。お二人にはあざの発現の条件をご教示願いたく存じます。あざ、戦国の時代、鬼舞辻無惨をあと一歩というところまで追い詰めた始まりの呼吸の剣士たち。彼らは全員に鬼の文様と似たあざが発現していたそうです。伝え聞くなどしてご存知の方はご存知です。俺は初耳です。なぜ伏せられていたのです？あざが発現しないため思い詰めてしまう方が随分いらっしゃいました。それゆえにあざについては伝承が曖昧な部分が多いのです。当時は重要視されていなかったせいかもしれませんし、鬼殺隊がこれまで何度も壊滅させられかけ、その過程で継承が途切れたからかもしれません。ただ一つはっきりと印残されていた言葉があります。あざの者が一人現れると共鳴するように周りの者たちにもあざが現れる。将探长的印记。始まりの呼吸の剣士の一人の手記にそのような文言がありました。今この世代で最初にあざが現れた方、柱の階級ではありませんでしたが、かまど炭治郎様、彼が最初のあざの者ですが、ご本人にもはっきりとあざの発言の方法がわからない様子でしたので、ひとまず本当に突然跟ひなたとかぐやま柱のお二人が覚醒された。ご教示願います。甘露寺様、時藤様。你也很美。あの時はですね、確かにすごく体が軽かったです。それで、うわーってきました。うわーってして、うわーって心臓とかがバクンバクンして、耳もキーンとして、メキメキメキって太可爱了。溺爱了蛇猪。では僕から。あざというものに自覚はありませんでしたが、あの時の戦闘を思い返してみたときに思い当たること、いつもと違うことがいくつかありました。その条件を満たせばおそらくみんなあざが浮き出す。今からその方法をお伝えします。前回の戦いで僕は毒を食らい動けなくなりました。呼吸で血の巡りを抑えて毒が回るのを遅らせようとしましたが、僕を助けようとしてくれた少年が殺されかけ、以前の記憶が戻り、強すぎる怒りで感情の収拾がつかなくなりました。その時の心拍数は200を超えていたと思います。さらに体は燃えるように熱く、体温の数字は39度以上になっていたはずです。そんな状態で動けますか？命にも関わりますよ。そうですね、だからそこがふるいにかけられるところだと思う。
ここで死ぬか死なないかが、おそらくあざが出るものと出ないものの分かれ道です。心拍数を200以上に。体温の方はなぜ39度なのですか？はい、胡蝶さんのところで治療を受けていた際に僕は熱を出したんですが、体温計なるもので測ってもらった温度39度があざが出ていたとされる間の体の熱さと同じでした。そうなんだ。ちっ、そんな簡単なことでいいのかよ。これを簡単と言ってしまえる簡単な頭で羨ましい。なんだと？何も。没有朋友。では、技の発言が柱の急務となりますね。御意、何とかいたしますゆえ、親方様にはご安心召されるようお伝えくださいませ。ありがとうございます。ただ一つ、技の訓練につきましては皆様にお伝えしなければならないことがあります。何でしょうか？もうすでに技が発言してしまった方は選ぶことができません。アザが発言した方はどなたも例外なく。殿も退出されたので失礼する。おい待て、失礼すんじゃねえ。岩柱应该年纪蛮大。立ち回りも決めねえとならねえだろうが。6人で話し合うといい。俺には関係ない。関係ないとはどういうことだ？貴様には柱として自覚が足りぬ。それとも何か自分だけ早々に鍛錬を始めるつもりなのか。会議にも参加せず。富岡さん、理由を説明してください。さすがに言葉が足りませんよ。俺はお前たちとは違う。気に食わねえぜ。前にも同じこと言ったな、富岡。俺たちを見下してんのか？喧嘩はダメだよ。冷静に待ちやがれ。霸王色。話を進める。一つ提案がある。ほら。わあ、ありがとうございます。ほんとよく食べるな。っていうか、チビ3人組と妹はどこにいんだよ。葵ちゃんもいねえしよ。今は渋滞の大使もいないらしいので、ずっと禰豆子と遊んでくれてるんですよ。おかげで少しずつ喋れるようになってきて。ああ、そうなのか。平和だな。うん、こっちのお団子も美味しいです。はいはい、分かったって。ただあの黄色い頭のやつが来たらえらいこと。好可愛啊，他居然。哦。
しかったよね。寂しいとかそういうのは。哦，他的。我也要死了。这段音乐是有点改编成这种欢快的气氛。太可爱了，他们俩。探长感觉脸好软啊。ごめん、ゲンヤ。もう済んだから。さ
騒がしくして悪かった。Inosuke 就像这种小孩听到这种喜讯就要跟自己身边最好人分享，太可爱了。期待音柱。任務からやっと帰ってきたと思ったら、次は訓練だってたまんないよ。善逸は今から行くのか？そうだよ。柱を順番に巡って稽古をつけてもらうんだって。そうなんだ。すごいな。何もすごくねえわ。最悪だよ。地獄じゃん。誰なんだよ考えたやつ。死んでくれよ。こら。自分よりも格上の人と手合わせしてもらえるって上達の近道なんだぞ。自分よりも強い人と対峙するとそれをぐんぐん吸収して強くなれるんだから。そんな前向きなこと言うんであれば俺とお前の仲も今日これまでだな。お前はいいだろうよ。まだ戸籍が起きねえから。ぬく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 寝とけばいいんだからよ。俺はもう今から行かなきゃならねえんだぞ。わかるか。から決まって。我小时候门牙就是这么掉的，我当时就是叼着，不知道为什么叼枕头。上弦の使徒の戦いで片足がほとんど使えなくなった時、前に善逸が教えてくれてた雷の呼吸のコツを使って鬼の首が切れたんだ。もちろん善逸みたいな速さではできなかったけど、本当にありがとう。こんな風に人と人とのつながりが窮地を救ってくれることもあるから、柱稽古で学んだことは全部きっと良い未来につながっていくと思うよ。バカ野郎お前、そんなことで俺の機嫌が治ると思うなよ。あ、ご機嫌だ、よかった。じゃあな炭治郎、早く元気になるよ。まったくもう乔巴吗？本当にありがとう、善逸。
战争真的就像个小太阳一样。 Oh no， 啊，晕住。这样也很帅。他们所有身体都跟复制粘贴一样。そりゃそうよ。私たちもお手伝い頑張んないと。みんなお腹すかすから、おにぎり作って作って作りまくりましょう。我不做人了，周周。さらなる体力の向上も見込めるってわけだ。どうだ、派手だろ。俺も全力の稽古してみたかったもんだぜ。太帅了，就是一种不同的风味的帅。こんなんじゃ、俺の体温が上がらねえだろ。ぬるいんだよ。不死川真的很急。
アマネ。はい。これまで本当にありがとう。はい。炭治郎のようにあなたから信用を得るのは難しいですね。やはりどういった腹積もりなの。産屋敷、何か騙そうとしている。湯四郎は？湯四郎君は心配いりませんよ。ほら、走ってくる足音が聞こえる。では要件を話しましょうか。鬼殺隊にも鬼の体と薬学に精通している子がいるのですよ。根津子の変貌も含めて一緒に調べていただきたい。鬼物人無惨を倒すために協力しませんか。産屋敷邸にいらしてください。鬼である私を真的有种要接近尾声了。 OP 吗？还是哦，
尤其是看到那个面带笑容的风柱，我真的是音乐都还是一如既往的好听。真的很喜欢鬼灭的配乐，这是每一个柱的刀吗？这样哇，这跟真的似的。好好听啊。看到鬼灭的大家重新回归还是很激动的，蛮喜欢最开头的那个原创的那些情节，风柱和蛇柱好像还差点误入了无限城。这集其他部分基本上都是在补充信息和过渡，我觉得可能就是因为如果第一集全是这些的话可能过于平淡，所以在前头先加了一段非常酷炫的打斗戏。不知道有没有跟我一样非常喜欢刀疤脸的风柱和甘亚刚出场就非常的戳我，OP 也有点暗示到了之后风柱和水柱他们俩之间的这个摩擦，包括还有风柱和给亚他们兄弟俩的故事线。不知道动画党对于第一集有什么看法，欢迎评论讨论。那这期视频到这结束，我们下期再见，拜拜。